どうも、ビーズのトークジムにようこそ。ビーズ専門解説のあつしです。今日は最後までご視聴よろしくお願いいたします。もうツアー初日まであと少しですね。いや、前回ですね、新セットリ予想っていうタイトルで、今年のね、ライブのセットリスト予想なんかをしたんですけども、今日はですね、それとは全く真逆の企画をやりたいなと思います。というわけで今日のトークテーマはですね、超妄想ライブ。もし、あなたの妄想通りにビーズのライブがあるとすれば、という企画をやりたいなと思います。まあどうしてもね、こう予想となると、定番曲をいかに組み込んでとか、まあいろいろ制約があるんですよね。そうするとですね、こう自分の好きな曲っていうのが 100% ね、なかなかこう言えないところもあって、今回はですね、もう逆です。シングルやメジャー曲をゼロとした曲だけで、もしビーズがライブをやってくれるとすれば、こんなセットリストがいいっていうね、妄想ライブになるんですけども、セットリストにしようかなと思います。で、今回21曲セットリストとして、作っております。もちろん僕が好きな曲っていうのがメインなんですけども、シングルぐらいしかビーズを知らない方がこれリストを聞いても、あ、ビーズってこういうタイプの曲もあるんだ、へーってなるようなね、ものもちょっと意識しております。よかったら皆さんもですね、妄想セットリ組んでみてはいかがでしょうか。それじゃあ行ってみましょう。1曲目、もうディープキス一択でしたね。いや、もうイントロがね、もうライブのスタート感が半端ないですよね。プレジャー2003年の、これホール公演だけやったんだったっけ？いや、またディープキス聞きたいなと思ってですね、まあ1曲目に持ってきております。2曲目、アルバムルースから敵がいなきゃや。結構ね、僕はライブ映えする曲なんじゃないかなって思ってはいるんだけど、未だにね、ライブでは未演奏な曲なんですけども、結構ね、ビートが速くてね、それこそライブでやったらぴったり合いそうなんですけどね。で、この曲はですね、もともとセブンスブルースの時にはできてたそうですね。で、次ですね、そのままビーズのライブジムへようこそがあってですね、3曲目、ウェイクアップライトナウ。ビッグマシンツアーがこのパターンのようこそでしたね。いや、ウェイクアップライトナウも、聞く感じだと、シングルにしてもおかしくないぐらいのね、こう、キャッチャーさがあるんですけども。で、ライブでもですね、ビッグマシンツアーが最後っていうね、ちょっとこう、なかなか日の目を浴びないんでですね、曲自体は本当にシングルっぽい曲ですよね。4曲目、アルバム11から信じるくらいいいだろう。ライブでやったことないわけじゃないんですけども、それこそ、11ツアーのホール公演と初日の埼玉スーパーアリーナまでしかやってなくて、それ以降はカットされてるんですよね。まあ、いろんな理由が推測されるんですけども、キーがあまりにも高すぎるんじゃないかなっていうので、セットリストから外されたんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に思い込んでます。はい。で、5曲目、アルバムエピックデーからあまりにも。このあまりにもっていう曲はですね、まあ、かなり爽やかな曲ですね。夏のこう午後って感じ。こう木漏れ日あふれる道路をね、こう抜けていく気分になれるんですよね。はい、6曲目。これ僕の一押しですね。Go For It Baby のカップリング、流星マスク。いや、流星マスク僕大好きなんですよね。プレジャーのセットリスト予想。で、流星マスク入れようかなと思ったんだけど、まあ普通に考えたらなかなかやらないだろうと思って結局外しちゃったんだけど、ただ流星マスクはね、いつかライブで聴いてみたい願望はまあまあ強いですね。テンションが上がる曲ですね。恋とか愛とかっていうものは歌詞にないんですけども、なぜかキュンキュンするね、メロディーラインというか、そんなちょっとこう急な曲ですね。7曲目、ちょっとバラードコーナーに入っていきます。アルバムサバイブからシャワー。ビーズ史上一番エモい曲はって言われたら、多分僕この曲なんじゃないかなと思います。もうイントロからね、もうエモいですよね。夏の海岸線の球場に夕立が降ってる映像が頭の中に出ますもん、これ。はい、ちなみにこの曲はですね、98年サバイブツアーの確か新潟公演でしかやってないっていうかなりレアな曲なんですよね。で、それ以降ライブでも一回も触れられずっていうね。ただ、ファンからの人気は高いという、そんなタイプの曲です。聞いたことない方はぜひね、聞いてみてください。8曲目、セブンスブルースからザ・ボーダー。これはほんと初期のビーズにも通じるんですけども、キラキラしてる曲っていうね。そしてね、なんかね、こう、ロマンチックな雰囲気がね、すごくあるおしゃれな名曲ですね。で、これすごいいい曲なんだけど、これもなぜかライブで未演奏っていうね、セブンスブルースの長い、87公演か8公演ぐらいあったツアーでもですね、1回でも演奏されてないっていうね、もったいない曲ではあったんですけども、ぜひね、いつかこれ生で聴いてみたいです。9曲目、アルバムルースから砂の花びら。もう乾き系の歌ですね。これもライブでなぜか未演奏っていうね。オルガンのね、音色がちょっと気持ちいい曲ですね。はい、そして10曲目。これも僕の一押しです。愛の爆弾の3曲目かな。甘く優しい微熱。心がね、ほっとするようなね、ちょっとこう、じんわり温かくなるようなね、曲でね、すごくね、こう、暖色系の曲ですね。そういう温かいものも持ち合わせときながら、だいぶ後に発表される「あまりにも」っていうさっき言った曲にもね、近いものがあったりとか、ブルーサンシャイン、甘く優しい美月、あまりにも、ニューラブのデウスはね、なんかね、こう家族のようなね、曲じゃないかなと思います。11曲目、もう一回バラード突っ込みます。セブンスブルースのラストナンバーですね。フェアウェルソング。なんかこの曲を聴くと、大演壇っていうね、言葉が出てくるんですけども。まあ実際ね、これセブンスブルースツアーの一番オーラスだったんですよね。で、この曲って、エンディングにちょっと遊び心があって、レディーゴーラウンドの、小石カルベクとかも、稲葉さんが叫んだりとか、ヘイジュードのね、ちょっとこう、オマージュっぽいのもあったりしてですね、大演壇的な映像が出てくるバラードですね。で、ここからちょっとね、テンポの速い曲をね、持っていきたいなと思います。12曲目、ミスターローリングサンダー。まあもうミスターローリングサンダーが好きって方結構多いんじゃないですか。ちなみにこの曲はですね、93年ランツアーを最後に未だに演奏されてないです。ところで聖なる真っ赤な大地の割れ目って多分、まあ、そんなね、歌詞もあったりするんですけども、まあ曲は結構ハードロックをね、意識してる曲ですね。13曲目、アルバムグリーンからワープ。女性ファンが結構好きなイメージが僕は強いですね。要するに感謝の気持ち忘れて、僕ら離れになった。もしかしたら忘れ物ってそれじゃないの。この部分がね、エモくて僕は好きです。14曲目、それでも君には戻れない。2008年のアクションツアーのホール公演でしか演奏されてないっていうね、かなりレアな曲なんですよね。まあ、それをきっかけっていうのもあると思うんですが、割とね、こう、ファンの中では人気の高く、そして、ライブ向きな曲っていうのでね、今回選ばさせていただいております。15曲目、リスキーからホットファッション。いや、これ聴きたいっすよね。これ、ライブで生で聴いたらね、盛り上がるでしょうねって思いながらも演奏なかなかされないっていうね。まあ、これを歌うと稲葉さんのね、体力を全消耗するって言われてる曲なんですけども、それでもぜひ一回ライブで聴いてみたいなっていう願望からね、この曲を選んでおります。16曲目、夜に振られても。いや、これもね、こう、初期のビーズにありがちな、こう、キラキラしてる曲ですね。実際、これを今のスタイルで歌ったらどういう風になるのかね、こう、大人びた夜に振られても聴いてみたいなと思います。はい、17曲目、裸足の女神のカップリング、カラカラ。いや、この間、ほら、ライブビューイングの93年の映像で、カラカラ演奏されてたじゃないですか。いいですね。やっぱカラカラはライブ向きですね。なんだったら今年の夏、ライブでやってくんないかなと思ってはいるんですが、多分やらないだろうなと思って。はい。で、18曲目、カラカラに乾いたところで、稲葉さんのシャウトが聞こえていきます。そう、スピリットルースからのザ・ルーズ。もう最初のシャウトからかっこいいし、まあ、ザ・ルーズっていう曲はその本セクションをふんだんに使っててね、まあ、ビーズらしいビーズの曲っていうイメージが僕は強いんですよ。で、ビートも速いし、まあ、盛り上がること間違いないだろうなと思います。このザ・ルーズっていう曲はですね、稲葉さんの、大学時代に家庭教師をしてた話が、モチーフになっておりますんで、まあ、稲葉さんの学生時代がね、ちょこっと垣間見える歌詞なんかにも注目ですね。ファミコンとか出てくるんでですね。はい、ここまでが、本編でございます。で、アンコール、始まります。アンコール1曲目、バラードですね。アルバムインザライフから憂いのジプシー。ちょっと前の動画でも言ったんですけどね、こう今のそのビーズスタイルでのこの曲はぜひ聴いてみたいです。はい、20曲目。皆さん聴きたかったでしょ？ジャップザリッパー。まあ、94年から96年まではね、定番曲だったんですけども、最後の演奏はですね、2001年11ツアーが最後になっちゃったんですけども、ザ・ロックンロールっていうタイプの曲ですね。この曲で暴れまくって、その自分の汗で T シャツがね、ベタベタになるぐらいね、もう騒ぎたくなるような曲ですね。はい。で、次でラストナンバーです。アルバムエピックデイからラスベガス。いや、ラスベガスでも本当に印象深いのはもうライブの盛り上がり。もうエピックナイトツアーの時に、この曲でめちゃめちゃ盛り上がったのが今でも印象的です。できればそれの再現を見たいなと思って今回ラスベガスを最後に持ってきました。これもね、ザ・ルーズにちょっと系統は近いんですけども、ビーズらしいビーズの曲ですね。まあ、これで最後で締めるとね、バッチリな感じがしますね。はい、というわけでですね、皆さんこのセットリストだったらどうでしょうか。古参のファンの方はもう間違いなく発狂するようなセットリなんじゃないでしょうか。で、これね、皆さんもね、妄想セトリって言い出したら、もう本当にね、もう、無限のパターンで多分出てくると思うんですよ。けど、ぜひね、こう皆さんの好きな曲なんかもですね、見てみたいもんですから、ぜひコメント欄でね、この妄想セトリ、ぜひ、考えてみてください。結構楽しいです。はい。それでは、ツアー初日まであと少しなんですが、楽しみに待ちたいなと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。